計画を再開しよう。なんと無様な姿だ、ザマス。一体何があったというのだ。私たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。仕方がない、遊びは終わりだ。無知ゆえに神を冒涜し続ける人間どもに真の神の力を見せる時だ。木は熟したということか。人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。我が姿は正義、我が姿は世界。あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスを。感じるぞ、我が身一つに二つの力が溶け合っていく。奴の気が高まりだしてやがる。心地よい、我が身に満ちるこの力。フランクス、ブルマ隊長。小賢しいサイヤ人どもめ、神の光の力を見せてくれる。よく聞け、我らこの身で世界を照らす太陽なり。そしてこの輝きが正義と知れ、このザマスこそが宇宙の知恵、宇宙の保護、宇宙の力なり。この光さすところより消えよ。人間ゼロ計画は今日残る全ての命を消し去ることで完成する。そしてかつてない理想の世界が始まるのだ。何ってやがる。調子に乗るなよザマス。貴様は俺が倒す。自らの弱さを認めなさい、サイヤ人よ。我が神の偉大なる力を見せてくれよ。さあ、大地を貫き、すべてを笑い流そう。神の世の到来を祝う宴の始まりだ。これこそが正義。力も知恵も炎も光もすべて神のもとに戻る。人間の暴力にまみれ汚れた世界は神による理想の世界に生まれ変わるのだ。言ったはずだ、貴様をぶっ倒すと。つくづく懲りない奴らだ。我が力で粉々にすねばわからぬか。おざけ、サイヤ人に限界などない。神は見下ろすもの。お前たちが軽々しく触れてはいけない存在なのだ。にもかかわらず
お前たちが我らにもたらした数々の屈辱、死に値する罪だ。こちらだ。やるな。手で殺されるなど光栄なことだ。神に逆らう痴れ者。